私は今ね、設営中なので、まだあのこの車のバイクで、ね、お伝えさせていただきますけれども、もう間もなく19時より蓮舫、東京都知事候補の蓮舫、この場に参りまして、皆様に直接お伝えをさせていただきます。ぜひ皆さん、私は30代で国会に送り出していただきました。国会議員、女性が1割しかいないということは、皆さんもしかしたらご存知かもしれませんけれど、30代の国会議員というのも 3% ぐらいしかいなくてですね、本当に若い、そんな世代になります。今日、いよいよこの長かった選挙戦、ライブで言うと一番最後の曲を迎えようとしています。僕自身が参議院議員になってまだ1ヶ月なんですけれども、蓮舫さんと少しだけ一緒にお仕事をさせていただく中で、本当に多くの議員の信頼、そして今までやってきた仕事の実績、本当にすごいものがあると感じました。いろいろな候補者出てますけど、蓮舫さん一択だと思っています。蓮舫さんしか、僕は都知事、新しい都知事にふさわしい人は、蓮舫さんほどふさわしい人はいないと思っています。まだ蓮舫さんの演説聞いたことがない人どれぐらいいます？今日初めて聞くよっていう方、ありがとうございます。ぜひ今日また聞いてもらって、そしてたくさんの人立ち止まってもらって、蓮舫さんの力になってください。そしてぜひみんなの力で、明日は蓮舫新都知事を誕生させましょう。ありがとうございました。皆さんこんばんは。東南口、本当に多くの皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。参議院議員やっております杉野と申します。選挙区は長野でございます。東京の TBS で長く働いておりましたけど、今選挙区長野です。白馬からやってまいりました。最後の最後の蓮舫さんの応援のために、皆さん、さっきまですごいライブだったんじゃないですか。やみましたよ、完全に。さっきの自由が丘はちょうど雨が降る直前まで蓮舫さんがセミファイナルの演説をしていた。そしてこれからもう間もなく蓮舫さん登場します。ファイナルの演説、雨が上がりました。この都知事選、まさに嵐が起きるその予兆じゃないでしょうか。皆さん、多くの皆さんが R のプラカードを持って、先ほど新宿駅の構内にもいらっしゃった、駅に辻々に立って蓮舫さんを応援してくださっている。私も蓮舫さんと30年来の知り合いです。同じニュースキャスターの仲間でもありました。先ほどの自由が丘で蓮舫さんが言ったように、今度の都知事選挙は日本の選挙の歴史、ちょっとあのポスター問題はいただけないけれども、日本の選挙の歴史に残る、まさに民主主義の大きな大きな転換点なんじゃないでしょうか。皆さん、皆さんが作る都知事、それが蓮舫知事なんじゃないですか。皆さん、もう緑のたぬきには任せられない。8年もやれば十分だ。いろんなところに利権がある、隠されていることがある。蓮舫知事が誕生したら、これまでの 都政のおかしなところをみんな蓮舫さんがガラス張りにしてくれる。皆さん、ガラス張りの都政見たいと思いませんか。蓮舫さんに任せてください。蓮舫さんは本当にまっすぐな人、絶対に嘘をつかない、そして何よりも誰かと違って自分ファーストじゃない。都民ファーストと言いながら自分ファーストの人がいるけれども、本当に蓮舫さんこそ都民の皆さん一人一人のための都政を作る、そのみんなのみんなのトップであるふさわしい、その知事が蓮舫知事だと私は確信しています。どうか皆さん、どうか皆さん、選挙は最後の最後まで、投票箱の蓋が閉まるまで
本当に分かりません。絶対勝つ、絶対に勝つ、蓮舫候補を誕生させる、その皆さんの一人一人の熱意が最後の最後の勝利を呼び込む本当に頼みの綱なんです。どうかどうか蓮舫知事を誕生させてください。私杉尾秀哉より心を込めて皆さんにお願いいたします。どうか皆さん蓮舫をかざしてください。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。蓮舫参りましたよ。皆さんどうもありがとうございます。それでは司会をバトンタッチさせていただきます。長妻さんどうぞ。ごめんなさい、噛んじゃった。長妻さんよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。私衆議院議員の長妻昭でございます。まもなく7時になりますが、蓮舫さん壇上にどうぞ、辻元さん壇上にどうぞ、どうぞ、まずどうぞ。皆さん、この2人は盟友でずっと伴走をしてまいりました。最終最後こちらで街頭演説7時からなんですけれども、7時になる前に辻元さんから最後のお話をいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。明日は七夕ですよね。どうぞ皆さん七夕の願い事でも、願い事だけでは行動していただかないと願いは叶いません。今日から明日の投票箱が閉まるまで、そして今日から12時までは LINE を送ったり電話をかけたりしていただくことができるんです。どうぞ皆さん逆転の七夕にしましょう。蓮舫に力を貸してください。そして帰る勇気を持ちましょう。私たちの未来の東京のために、そして未来の世代や日本のために帰る勇気を持ちましょう。私は改めて言います。小池百合子さんお疲れ様でございました。これからはどうぞ次の東京へ蓮舫と一緒に逆転の七夕、皆さんの今日からの行動にかかっています。どうぞよろしくお願いいたします。本当に最後の最後の踏ん張りが大切でございます。ぜひそこのところを本当にお願いをしたいんです。よろしくお願いをいたします。それでは枝野幸男弁士でございます。皆さん枝野幸男さんから蓮舫さんへの応援のメッセージをいただきます。それでは枝野さんよろしくお願いします。先ほどまで大変なライブだったにもかかわらず、上に上がってみたら下で見てるよりももっともっと多くのたくさんの皆さんに足を止めて蓮舫さんのファイナル演説聞いていただいています。本当にありがとうございます。私はよく雨男とからかわれています。もちろん私が雨を降らせたり止ませたりすることはできません。よく言われるように明日の天気は変えられないけれども明日の政治は変えられる。あなたの一票で、そしてこれから今日の23時59分59秒まで蓮舫よろしくと声をかけていただくことができます。そのあなたの力で都政を変えて、あなたの暮らしを、東京をもっと良くしませんか皆さん。
東京はいい街です。日本中から東京に若者が夢を持ち、そしてそれは今だけじゃありません。ずっと前から日本中から東京で夢を叶えようと多くの人たちが集まり続けてきている街です。世界からもたくさんの観光客の皆さんが来ていただける街です。問題はそこに住み続けることが、暮らしていることが、皆さんにとって本当にこれが今ベストの状態なのか。もっと東京で暮らすということは、住みやすい暮らしやすい街にできるんじゃないか。私はこの東京が若い人たちがたくさん集まってくるはずなのに、日本で一番出生率が低い、出生率が1を割り込む、この一点を見ても、本当はもっと暮らしやすい、希望をすれば安心して子供を産み育てることができる、そんな街にできるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。全国各地から東京に集まってきた団塊世代の皆さんをはじめとして、多くの先輩方が今の東京のこの豊かさを、日本の豊かさを作ってきてくださいました。しかしこの大都会東京で夫婦お二人だけになり、あるいはお連れ合いをなくして、あるいは一生シングルだった、こうした高齢者の皆さんが今安心して暮らせる東京になっているでしょうか。残念ながら孤立をしてしまっている、暮らし、物価も高い、家賃も高い、住む家にも困ってしまう、そんなお年寄りがたくさんいるんじゃないでしょうか。それは私たちの、あなたの明日の姿かもしれない。でもこの東京はもっと暮らしやすい街にできる。蓮舫さんがこれから訴えてくれると思いますが、若者が夢を持てる、希望を持てる、そんな都政にすれば、若い皆さんが安心して子供を産み育てることができる街になれば、そして若い人たちが活力を持って夢を持って生き生きと暮らせる東京ならば、その世代に支えられる高齢者の皆さんも安心して暮らせる東京が作れるんじゃないでしょうか。皆さん、そのためには何をしなければならないのか。都政変えませんか。なぜこの大都会東京で緑が足りない、自然が壊されてきた、そんな中でせっかく明治の初めから積み重ねてくださった神宮の森をわざわざぶっ壊して高層ビルを建てる必要があるんですか。東京にはたくさんの、これも先人たちが積み重ねてくれた観光資源がある。日本中から、世界中から東京に人が来てくれているのに、なんで都庁をライトアップしなきゃいけないんですか。そんなところに使う金を、若者の希望に、子育てや老後の安心に、しっかりと使い道を変えることができれば、皆さんは、私たちはもっと暮らしやすい東京に暮らすことができるんです。だから勇気を持って変えませんか。都知事という強大な予算と権限を持つ、この強大な予算と権限、さまざまな利権が群がってきます。8年もやっていたらがんじがらめになって身動き取れなくなっている。だからいろんな批判があっても政策変えられないんじゃないですか。ならばプレイヤーを変えましょう。蓮舫さんは厳しく税金の食い物にする、利権の構造、癒着の構造、中抜き天下りの構造と戦ってきました。だから知事に、都庁に群がるさまざまな利権と戦うことができる。私は近くで一緒に行政改革を、事業仕分けの仕事をしてきた蓮舫さんには
もうとてつもないくらいのさまざまな圧力がかけられ続けてきた。俺たちの業界だけ、俺たちのところだけ見逃してくれよと、そういう圧力と蓮舫さんはずっと戦い続けてきた。でも蓮舫さんは揺るがなかった。その使い方が本当に正しいなら、国民の前で、みんなの前できちっと説明してください。圧力で癒着で税金の使い道を歪めることはしない。だから一部の人から散々嫌われた。でも癒着をして慣れ合いになって好かれるよりも、国民のため、都民のために利権の構造と戦って嫌われる、これこそ本当の都民のための、国民のための政治じゃないでしょうか皆さん。私は誰よりも揺らぐことなく筋を通して納税者のために利権を許さない、中抜きを許さない、そんな政治をしてきた蓮舫さんだから、この東京都の莫大な予算、しっかりと安心して暮らせる東京のために使ってくれると確信していますか皆さん、いかがでしょうか。本当に蓮舫さん本人もびっくりしていると思います。私もびっくりしています。本当に自然発生的に一人でプラカードを持って投票を呼びかける、そんな輪が東京中に、いや日本中に広がっています。そうした皆さんの力で、お集まりいただいている皆さんの力で次の東京へ進もうじゃありませんか。まだ時間があります。最後の最後まで、まだまだ都知事選挙やってるの知らない人すらいるんですよ。蓮舫さんが立ってることすら知らない人もいるんですよ。そういう人たちにこれから今日の23時59分59秒までお願いです。2人でも3人でも5人でも声をかけてください、訴えてください。あなたのその力が安心して暮らせる東京を、蓮舫都知事を作る何よりもの力です。蓮舫知事を作るためには、安心して暮らせるもっと良い東京を、次の東京を作るためには、あなたの力が必要です。あなたの力が必要です。あなたの力が必要です。どうぞ皆さん、最後の最後まで蓮舫に皆さんの力を貸してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。枝野幸男さんでした。ありがとうございます。業務連絡ですけれども、皆さん大変恐縮ですが、あと半歩気持ち前に出てきていただければというふうに思います。そして皆さん、イギリスでも政権交代が起こりました。明日はフランスでも政治が大きく変わるようです。都政でも政権交代を起こしましょう皆さん。2期8年長すぎる。そこでしがらみがたまりにたまって、税金の無駄遣いもたまりにたまっております。そして都政の政権交代と同時に、国の政治も皆さん変えましょうよ皆さん。あんな自民党の裏金政治もうやめましょうよ皆さん。それでは元内閣総理大臣、ドスンパンチの野田佳彦元総理大臣です。お願いします。皆さんこんばんは、野田佳彦です。6月20日から知事選挙始まりました。午前中の第一声は枝野さんが応援弁士でありました。夕方の出陣式はこの新宿駅の
東南口でした。私がマイクを握りました。その時と比べて今日の聴衆の数は比較にならないほどたくさん来てらっしゃいます。本当に心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。初日から今日まで私も毎日どこかでマイクを持つか、ビラを配るか、挨拶回りをするか、ずっと蓮舫さんの伴奏をしてまいりました。理由があるんです。2年前の参議院選挙、夏でしたよね。夏の選挙、7月10日が投票日だったんです。蓮舫さんから頼まれたんです。その頃も蓮舫さん候補者なのに、全国の同志の応援にずっと行きっぱなし、自分の選挙全然やらないんです。で、野田さん、一度でいいから私の応援演説してくれないって言われましてね。それが投票日の前日の7月9日でした。銀座で蓮舫候補の応援演説をするはずだったんですよ。ところがね、ご案内の通り、まもなく3回忌になりますけれども、7月8日に安倍元総理が奈良で背後から銃撃されるという大変悲しい事件が発生をして、土曜日の蓮舫さんの候補者の凱旋が消えてしまったんです。私はその約束がずっと忘れられなくて、蓮舫さんが大きな勝負を挑むときは今度こそ最初から最後まで応援しようと思って、今回の選挙に臨んでる次第であります。20年にわたり同志中の同志として活動してまいりました。どれだけ多くの仲間たちが蓮舫さんの応援演説で助けられたか、鼓舞され、尻を叩かれ、みんな全国の仲間が頑張ってきました。一番同志の応援をしたのは蓮舫さんなんです。ただ自分のことをお願いしますっていう演説、ほとんどやったことがない。今回初めてじゃないでしょうかね。いや、だから私も今回力入ってるんですけど、それぐらいまっすぐでぶれないで仲間を信じて助けてくれる人、誠実な人であるということを皆さんにお訴えをしたいというふうに思います。一方ね、どうしてもやっぱりライバルに触れなければいけません。蓮舫さんとは20年の付き合い、現職の小池さんとは実は初めてお会いしたのは32年前、日本新党ができた時、私は首都圏の凱旋隊長、千葉県の県会議員でした。1992年の日本新党の参議院選挙で小池さん当選した。翌年の93年の衆議院選挙で小池さん当選した。その時に一緒に当選したのが、先ほどマイクを握っていただいた枝野さんと私なんです。その時は仲間だったんですよね。細川元総理の一番の側近だったんじゃないんでしょうか。その後今度は小沢一郎先生の側近になった、二階俊博先生の側近になった、そして一緒に自民党に行っちゃった、川を渡って対岸に行っちゃった、そして今度は小泉さんの側近となり閣僚となり、安倍さんの側近となり閣僚となり、見事な政界遊泳術であります。対極にある蓮舫さん、愚直に自民の信念を訴え続けて立場変えない、見事に権力者に近寄って出世をしていく遊泳術。私はですね、政治的な立場が変わっても貫いている人は一定のリスペクトの念を持ちます。安倍元総理に対しての追悼演説はそういうストーリーでありました。でも政界遊泳術に長けた人は全然評価することができません。特に今回ひどいんじゃないんですか。現職の
知事が討論会に出てこなかったら政策論争なんか深まるわけないじゃないですか。公務優先？嘘つくなんですよ。選挙以上に公務って入れませんよ。部下たちは公務入れませんよ。自分であえて作んなかったら、自分であえて使って忙しいふりをして論争から逃げてるんじゃないですか皆さん。だってそうじゃないですか。4月衆議院の補欠選挙、江東区でありましたね。あの時乙武さんを応援するために連日選挙運動してたじゃないですか。公務をほったらかしだったじゃないですか。目黒の区長選挙、自分の息のかかった都民ファーストの都議を出して毎日街頭立ってたじゃないですか。公務そっちのけだったじゃないですか。使い分けするなと私は言いたいと思います。現職が議論に出てからかったら政策論争は深まらないんですよ。この間ね、安住さんがいいこと言った、珍しくいいこと言った、高田の馬場で。それはね、バイデンは偉いって言うんです。バイデン、トランプ、テレビ討論やりましたね、1時間20分。あの時バイデンはね、寝不足で風邪気味なんですよ。でも出て行ったじゃないですか。あの時ね、制裁がないからといって今大統領選から降りろとも言われてる。だけど約束の討論には堂々と出て行ってきちっと論争する、これが現職のあるべき姿だと私は思います。逃げに逃げて論争から避ける、これは民主主義の精神に戻ると私は思います。そういう人はもう退場すべきです。この後ね、ご本人が政策をお話しされます。私は素晴らしい政策いっぱいあると思ってるんですよ。47都道府県で初めて公契約条例を結ぼうという、締結しようという。これでね、非正規の人たちを含めて賃金が上がる、あるいは労働条件変わる、画期的なことが起こると思います。さらには公共サービスに従事しようとする人たちが、若者が奨学金の返済で苦しんでいるとするならば、東京都で医療や福祉や教育の仕事に就こうとするならば、奨学金の返済肩代わりしようとする、これもものすごいインパクトのある事業だと思いますよ。そういうことをね、政策論争でどんどんとやるべきだったと思います。逃げて逃げてそういう議論ができなかったこと、この一点をもってしても小池百合子さんはもう知事失格だと思います。候補者が逃げて隠れている、応援団も逃げて隠れてますね。実質は自民党ガンガン応援してるんじゃないですか。裏金問題で痛い目にあった国会でも、そろそろ挽回していかなければいけないきっかけに、この都知事選を位置づけてるはずです。ところがね、ステルス作戦でしょう、見えないでしょう。萩生田さんがマイク握ってますか、丸川さんがマイク握ってますか、下村さんがどっか出てきてますか。全部隠れてやってますね。政策活動費も投入されてるかもしれませんね。こういう選挙やめましょうよ。卑怯千万だと思いますよ。東京都連会長萩生田さん、2723万円の裏金作った人じゃないですか。机の中に入れてたって言ってましたね。政治資金使ってなかったら脱税じゃないですかこれ。会長代行丸川さん822万円自分の口座で管理してましたって言ってましたね。これも政治資金使ってないってことじゃないですか。脱税じゃないですか。脱税のチームに応援をされる人も私は同じ穴のタヌキだと思います。同じ穴のタヌキは駆逐しようじゃありませんか。行政もガラス張り、政治もガラス張り、ガラス張りの改革をするために、どうぞ蓮舫にご支援をいただきますように、心から心からお願い申し上げて、私の大執行のお訴えとさせていただきます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。野田佳彦元総理大臣でした。ありがとうございます。本当に蓮舫さんは人に恵まれております。これはですね、さっきあの萩生田さんの話が出ましたけれども、私あの都庁が作った内部文書を入手いたしました。神宮外苑の開発初めの段階から萩生田さんが都庁幹部とやり取りして、自分は森総理の指名命令を受けて調整役で回ってるということで、萩生田さん自らがですよ、設計図を持って都庁の幹部に示している、この議事録を都庁が作って、私はそれを入手してるんです。皆さん、なんで自民党萩生田さんが必死に小池さんを応援するのか。小池さん以外の人が知事になったらいろいろな利権が暴かれるじゃないですか。そういう側面もあるんじゃないでしょうか。大手の不動産会社がもう一つオリンピックの跡地、オリンピックの選手村を皆さんの税金で整備しました。それを民間に払い下げて大手不動産会社神宮外苑をやったのと同じところが、非常に民間にですね、バブルを生むような高値で投機のような形で売ってしまってるんですよ。本当はファミリー向けマンションのはずだった。こういうようなところにも私は不透明なことがあるし、あるいはプロジェクションマッピングも発注資料が表に出てきてないんです。皆さん、こういうような霧を蓮舫さんに晴らしてもらおうじゃないですか。皆さん、都政の大掃除をしてもらおうじゃないですか。小池さんだとまた蓋をされてしまいます。そしてパーティーも小池都知事、あの強大な権限の中でパーティーを続けるということでございます。ぜひ皆さん、蓮舫さんは知事になったらパーティーはしない、こういうふうにおっしゃっております。それでは蓮舫さんから最後のお訴えを申し上げます。よろしくお願いをいたします。東京都知事候補の蓮舫です。明日の選挙の、それに向けて最後の私の街頭演説に、これだけの人にお付き合いをいただけること、心からお礼を申し上げます。ありがとうございます。今日昼間、国分寺駅で街頭演説をしました。多くの方が集まってくれた。演説をして帰るときに2通の手紙をもらいました。1通は小さな女の子が、私の友人に、蓮舫さんに渡したかった、泣いちゃったみたいだけど、なんて書いてあったか、強い筆圧で一生懸命書いたひらがなで、蓮舫さんへ頑張ってください、応援してます。キュンキュンするでしょ。もう一通あります。私は32歳の女性です。平成4年に生まれてから一回も景気がいいという社会を感じたことがありません。ずっと投票には行ってるけれども、いつも勝つのは与党の大物と言われている議員だけで、政治に絶望していました。だから今回都知事選に蓮舫さんが出てくれたのが私の今の希望ですと書いてあった。これだけで私は決断してよかったと思って、昨日有楽町で築地おかみさんの会の方から手紙をもらいました。長い手紙だったけれども、書いてあるのは、築地の皆さん、私たちは騙された、あの人に勝たしてはいけない、頑張ってくださいというエールでした。私は、いや私たちはこの8年間で学んだんじゃないでしょうか。これからの都政に必要なものは何か、
嘘のない誠実で正直な都政じゃないでしょうか。オープンで公平な都政ではないでしょうか。政官業の癒着を疑われない都知事が必要じゃないでしょうか。歴史に真摯に向き合う、そういう姿勢の都知事がいるんじゃないでしょうか。持続可能な開発の在り方を常に探求していく都知事がいるんじゃないでしょうか。変えましょうよ。この8年学びすぎた。これからの4年はこれまでの延長戦ではない。私にリセットをさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。20年間国会で参議院で行革と少子化対策ずっとやってきた自信がある。私の経験を、私の知見をぜひ使っていただきたい。少子化は私には原点がある。自分の子育てだ。27年前双子を妊娠して楽しみだった。子供たちに早く会いたい、早く生まれてほしい。どんなお洋服を着せようか、どんなご飯を作ろうか、大きくなったらどんな会話ができるんだろう、楽しみだった。でもね、初めての出産、初めての子育てって全く期待を裏切り続ける。赤ちゃんって泣き止まないんですよ。抱っこしても泣き止まない。ベッドに置いたらもっと泣く。バギーに乗せたら暴れる、むずがる。二人いるから同時にこれをやる。こういう暑い夏に3ヶ月だった生後、家にいる時間が長くなると喋れない赤ちゃんがなんで泣いてるのか追い詰められる。ただでさえ社会から取り残されてるという不安の中で本当に孤独でした。あの時に誰かに言ってもらいたかった。孤独じゃないよ、みんな同じだよ、そういう場所が欲しかった。双子が幼稚園になった時、できやしないのに靴紐を結びたいと言い出す。でも朝の忙しい時間帯、仕事に早く行けなきゃいけないのに、幼稚園に早く送り届けたいのに、一生懸命靴紐を結ぼうとする。結べないんですよまだ。そうするとどうするか、その手をはたいたんです。もうやめなさい、ママが結ぶから、ママが遅刻するから。たった数年しか生きてない赤ちゃん子供たちに、30年も生きた母親が3分待てなかった。私はあのことを実はすごく後悔している。あの時に言ってもらいたかった。もっと余裕を持って大丈夫だから。あの時に会社の人に言ってもらったか。3分は遅刻じゃないって。私は子育ての支援というのは産めよう増やせようが前提じゃないと思っている。産まない女性が問題だと自民党の政治家は言う。自分たちが政策を無策で何もやってこなくて少子化が進んだらそれを女性のせいにするなんていう、そういう政治は東京都から終わりにさせてください。東京で子育てする人の孤独に寄り添う、不安に寄り添う。それだけじゃない。今はいろんな生き方がある、いろんな人生の選択がある。結婚する人、子供を産まないという選択、結婚をしないという選択、大好きな同性パートナーと暮らすという決断、結婚をしても選択的夫婦別姓が実現するまでは婚姻届を出さないという男女カップルの判断、一人で子供を育てるという決断、私はそのどれをも尊重する。誰も排除しない。皆さんを尊重する。お互いが尊重できる本当の意味で
り上げたいんです。一緒に作りませんか。あなたの決断を笑わない東京を作りましょうよ。あなたの幸せを応援する東京を作りましょうよ。なぜ私はこう思ったか。東京のお金の使われ方が規定路線なんです。今までの延長線なんです。合計特殊出生率が減り続けたら結婚をさせるという政策を取る。婚活アプリ、皆さんの結婚の思い出の曲を漫画にして披露する。そんなのに3億使う余裕があるんですか。こんなの思いっきりやめましょうよ。それがトップダウンの決断でしょう。思いつきの発案に政策に予算を作るのもやめましょう。プロジェクションマッピング、2年間関連予算で48億円。小池都知事は言います。20万人の人が見に来てくれた。観光政策として否定はしません。でもね、20万人の記録と思い出に残るのに48億使うんだろうか。私だったら立ち止まる。そして考える。このお金で何ができるんだろうか。東京は家賃が高い。子供を3人以上育てている人、住民税非課税世帯の人たち、この人たちの家賃を支援をしたら子供の食事が1品増えるんじゃないか、子供が進学できるんじゃないか、何かを諦めないで済むんじゃないか。荒い試算でこの人たちに1月2万円の家賃補助をしたら1年間で必要な予算は48億円です。どちらに使ったら皆さんの税金が生きた使い方になりますか。家賃支援じゃないでしょうか。この話にはまだ続きがある。プロジェクションマッピング事業、政官業の癒着が疑われる。東京都が48億を請け負った業者に直接発注してるんじゃない。間になぜか事務局が介在している実行委員会といいます。東京都の職員、都庁のある新宿区の職員、もう一人が東京観光財団という団体からです。この東京観光財団の理事には大手広告代理店の幹部が名を連ねている。この東京観光財団に出演、お金を出している企業はこの大手広告代理店です。この人が間に入って事業を発注した先がこの広告代理店の子会社、関連会社なんですよ。政官業の癒着が疑われるんじゃないですか。議会で怪しいことがないというのであれば情報を出してほしい。出てきた公文書は見事な黒塗りでした。洗いましょうよ。私に洗わせていただけませんか。こんなお金の使い方許しちゃダメでしょう。同じような事例は他にもあるんです。命の水水道、3年前から2年前に東京で暮らして水道を止められた人が急増倍増しています。10万から18万。なんでなんだろうか。それまで水道料金未納な人のお宅には検診員が何度も何度も歩いてお宅を訪ねて、大丈夫ですか、分割払いもありますよ、払ってください、丁寧な対応をしていたのが2年前から突然やめて郵便に変わったんです。郵便が水道料金未納な家庭に届いて納められないといきなり水が止められる。都の担当は言います。止めたらすぐ払ってくれる。払えるのに払えない人は止めてもいいでしょう。でも払いたいのに払えない人が
犠牲にしたんじゃないですか。電気料金ですか、食料費ですか、子どもの何かですか。行政官はこれを行革だと言って7億財源の上人と誇るのではなくて、そこに困りごとがあるんじゃないかと想像して話を聞いて、同じ東京都内の福祉部局につないであげて、その人たちを底上げするのが私は東京都の職員の仕事だと思っています。ここに来て神宮外苑再開発の事業者がなんかメッセージを出してますよね。選挙の直前にメッセージですか。自分たちは説明会をやってきた、手続きを取ってきた、主張はするのは結構でしょう。でもその住民説明会どうですか。限られた切り取られた住民、メディアは入れない、質問には制限をかける、時間は短い、さらなる要請には答えない。そこに答えないでいて、都知事選の直前になって自分たちの正当性を主張するのであれば、去年の秋小池さんから求められた木材保全、伐採保全計画を先に出すことこそが事業者の役割じゃないでしょうか。小池さんに聞きました。まさかだけれども、再開発の業者からパーティーのチケット買ってもらってませんよね。法律に乗ったってやってます。見事に答えてない。つまりもらってないと言えない。首長が、巨大の権限を持つ首長がビジネスの匂いとか性感業の癒着とか疑われることをやる、そんな話、恥ずかしい東京は明日で終わりにしたいと私は覚悟を決めています。当たり前じゃないですか。自分のための都政じゃない、都民のための都政を私はやりたいと本当にこの選挙戦を通じて心から思っています。出生率、合計特殊出生率が1を切った。でもね、長いこと時間をかけて減ってきた。奇策はないんです。長いこと時間をかけて産みたいと思える人が産んでいけばいい。でもその時にアプローチ変えましょう。結婚させる、出会いを作る、そうじゃない。今の若い人たちの姿が見えていますか。この20年間で小泉構造改革で非正規社員が60万人増えて、若者が社会に出るときに安定職に就けない不安がどれだけのことか。だったら私は皆さんが納めてくれた税金を増税はしません。今ある有効な資源だけで若い人たちの給料を上げることができる。それは一般会計 8.5 兆、東京都は自ら事業はしていない、どこかに外注、どこかに委託、どこかと契約をして仕事をしてもらってる。だったら東京都と好契約を結びたいという企業には要件をつけよう。自分の企業で雇ってる若い人たちの待遇を改善しなければ好契約の契約には手を挙げられないようにするのはいかがでしょうか。そうすると都は言うんです。大企業だけが有利じゃないか。確かに大企業は若い人たちの待遇改善してるかもしれない。でもね、東京都の仕事、好契約の相手、大企業が請け負っても孫請け、後請け、後請け、孫請けに再発注、再発注、再再発注されるんです。だったら中小零細個人事業主に大手がさらに発注を繰り返すんだったら、適正な価格で、人件費を切らないで、経費を削らないで、適正な価格で契約をすることを要件付けるのはいかがでしょうか。だったら東京都の皆さんの納めた税金
張って若い子の雇用をしっかり支えている中小零細にビジネスチャンスが増えるんじゃないでしょうか。経済が回るんじゃないでしょうか。若い人が豊かになれば、私は分厚い中間層を作ることができると思っている。もう一つ、若い人たちの負担を減らしたいんです。大学等を出て2人に1人が奨学金という借金を抱えて社会に出ます。平均額が310万円、それで非正規になって有利子だった場合、一体いつ返せるのかわからない。何度この切ない声を聞いてきたか。40代になってようやく返せた。でも結婚を諦めた、子供を諦めた。お互い奨学金を抱えるカップルだから、将来設計が描けないから、私は若い人たちが自分の人生の何かを諦める、何かを切り捨てなければいけない、そんな東京都はそろそろ改善をしていきたいと思っています。ねえ、子供たちを守ってくれる保育、子供たちの学びを支えている教育、皆さんの命を支えている医療、シニアの皆さんの安心を守ってくれる介護、この分野で働いている若い子、この分野で働きたいと思っている若い子、その子たちの奨学金の返済を東京都が支援するのに、皆さんの税金を使わせていただけないでしょうか。生きた税金の使い方をしましょうよ。若者を豊かにしましょうよ。若者が分厚くなる東京都にしましょうよ。負担と不安を取り除きましょうよ。これを言うと分断だと言われる、排除だと言われる。私は誰かさんみたいに排除はしません。皆さんを包み込みたいと思ってる。だってそうでしょ、若い人の手取りが増えれば、安定雇用で収入が増えたら税金が増えるんじゃないですか。納める税金増えるんじゃないですか。安定した雇用に就いたら社会保険料の担い手になるんじゃないですか。それは医療と介護の持続可能性を東京都が牽引することになるんじゃないでしょうか。それは今80、90のご両親の介護を見ている50代、60代のお子さん、自分がいつか介護離職するかもしれないという不安を取り除き、お父さんお母さんをヘルパーさんや施設に預けて安心して働くことができるようになるんじゃないでしょうか。分断じゃない。東京は子供が安心して大人になれる街になる、若者が豊かになる、現役世代の安心になる、シニアの安心につながる、循環する東京都を蓮舫は皆さんと一緒に作っていきたいと考えています。小池さんは光に光を当てるのは大変得意です。でもね、自分で輝ける人は自助でやってくださいよ。自分でやってくださいよ。でも自分がつまずいた時のために政治はある。私は光を当てたいのは、この8年で格差が広がり、光と影が広がり、長く伸びた影に光を当てて、その影が短くなるまで、その影が薄くなるまで光を当て続けて、その人が一人で立ち上がって歩いていけるようになる、そういうボトムアップの都政を担いたいと心から思っています。新しい民主主義を生み出してくれてありがとうございます。今回の都知事選は景色が違う、光景が違う。誰に強要されたわけでもない、政治に求められたわけでもない、私にお願いをされたわけでもないのに、
ピンクプラカードを持って期日前投票に行こう、変えよう、投票に行こう、そういう活動を一人凱旋を始めてくれる人がいた。街に立つの怖かったでしょう、不安だったでしょう、声を上げて何か言われたらどうしようと思ったでしょう。でも続けてくれた人が今日までに、プラカードを掲げて投票を呼びかけてくれた人が今日までに3000人を超えました。都内の駅で立ってくれた人たちありがとうございます。その駅の数は727駅になりました。ここに東京発着の空港とか東京発着の新幹線の駅は入ってない。東京から出て大阪で京都で愛知から九州から東京に来てくれた人は入っていない。その数を入れたら皆さんが生み出した新しい民主主義は無限大だと私は考えています。こんなに心強いことはなかった、こんなにありがたいことはなかった。これでマイクを置きますが、明日には結果が出ます。どうか皆さん最後まで最後まで戦っていただけませんか。蓮舫と戦っていただけませんか。私を勝たせてもらえませんか。都知事にさせていただけないでしょうか。私には覚悟と自信があります。どうか皆さん蓮舫のために動いていただきたい。そして明日から皆さんと始める東京都、私は作り上げていきたいということを最後に強くお願いを申し上げ、皆さんへの最後のお訴えと返させていただきます。ご清聴ありがとうございました。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 よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは今から蓮舫さんが皆さんのところを回ってまいります。辻元さんと一緒に。どうも本当に今日は長時間にわたってありがとうございます。ぜひ皆さんもう一度お願いを申し上げます。本当に皆さん温かい応援をいただいてありがとうございます。しかし選挙戦は今日中までできるんです。今日まだ時間があります。ぜひ皆さん、皆さんのお友達、 LINE のお友達、 LINE でつながっているお友達にぜひ蓮舫に一票と広めていただきたい。これはできる選挙活動です。あるいは電話で皆さんのお友達に電話をして蓮舫よろしく、これも今日いっぱいできる活動です。そして皆さん SNS に皆さんの思いをアップして、そして蓮舫さんの今回の動画を切り取っていいところをアップして、ぜひ皆さんこの支持を広げていただきたい。本当に私は時代が動く予感がします。皆さんと一緒に時代を動かしてまいりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。